はい、こんにちは。この画面のところがどうなってるのかっていうと、まあ、仮囲いができて、で、そこに、まあ、本囲いというか、なんというか、みたいな。今のところ仮囲いみたいな感じになってるっていう、ことです。で、あとは石神井川の方。あっちも、仮囲いというか、が少しずつ、できてきてます。で、こう走っていって途中のところで石神井川、まあ2箇所映ってるけど、片方から見えたんだけど、ちょっとカメラの角度がね、普通にアクションカメラを体につけてたので、それをこう撮って、映ってるかなと思ったら角度で映ってなかったっていうね、っていうことを、で、ちょっと、まあ、今日はそこ見れなかったよねっていう。まあ、また今度、できたら、やっていきますっていうか、今日のここの道路のところも、まあ、気になる方はいらっしゃると思うので、あとは、普通に映像にないところとか、は、ちょっとねっていう。まあ、問題は抱えてないんだけど、まあ、普通に作業をしてる人がいるっていう中でやっねって、ちょっとそれがそういう印象になってしまうので、それは避けたいので、そこはまあ気をつけてっていうか、配慮してやってますっていう。それと、まあ撮影する時間帯変わったじゃん。まあなんで変わったのかっていうと、体が追っつかないっていうか、朝起きらんないっていうか、そういう風になっちゃったんで。なんでこういった景色に、なることが多いよっていう。とはいえね、豊島園から変わっていく姿を動画にして収めていくっていうのは、これはやっていくので。調子っていうか、なんていうか、どうなるかわかんないんだけど、まあまた前みたいなやつとか、やれたらいいかなって思います。また何かやっていくっていうか、基本的にはこうきちんと守られた法律の中でやってるよっていうだけになります。まあ長くなるとあれなんで、ここで終わります。ではまたね、バイバーイ。